ちょっとね、今ね、鉄を掘らなきゃなと思ってたら湧いてましたよ。スライム、豆腐スライムってこれでしょ？いや、湧いてたわ。おっしゃ、豆腐スライムハンターの実績を取得したよ。よし。で、なんかこの豆腐、なんか落とした。これだ、これが欲しかった。よっしゃー。あのね、だいたいこうやって絹ごし豆腐を落とすんだけど、まれにレアドロップで、この杖を落とすらしいんだよね。よいしょ、ちょっと待ってね。ちょっと待ってね。よいしょ。まれにレアドロップで、この今、手に持ってるこの豆腐ステッキっていうのを落とすらしいんですよ。わあ、一発目で手に入るとはなんか結構ラッキーだったな。よっしゃ、豆乳を飲んで、よっしゃ、ついでに豆乳健康体の実績も解除したよ。これが最後の豆乳連続飲みの実績だよね、多分。ね、効果レベルを20にする。5分30秒の再生能力がついてます。よし。じゃあちょっと、やってみますか。ネザーに行くのと同じ要領でゲートを作ってやると。で、手に入れたこの豆腐ステッキを、えい、来た。行くよ。豆腐ワールド来たよ。ネギがやばい。お、豆腐スライムかなあれ。豆腐、あ、え、これって豆乳なんかな。ちょっとすくってみよっか。よいしょ。あ、やっぱ豆乳だね。わ、めちゃくちゃラッキー。豆乳めっちゃゲットできるじゃんこれで。おお。で、これは木綿豆腐ブロックなんかな。うん、やっぱ木綿豆腐ブロックだね。いや、これ迷子になりそう。大丈夫かな。松明を置きながら行けば大丈夫か。よいしょ。え、石豆腐？あれ？今石豆腐が取れた？これ石豆腐なの？石豆腐が取れる。ってことは、ツルハシの方がいいってこと？あ、ツルハシだ。何のために作ったんだろう。よいしょ。わー、すげえ。ありがたい。わー、すごい、いっぱい手に入る。この葉っぱからさ、なんか苗木とか落ちんのかな。あ、落ちた。豆腐の苗木っていうのが落ちるわ。わあ、やった。おー、嬉しい。ちょっともうちょっと探索してみよっか。ちょっとこのね、ここを起点にちょっと行ってみたいと思いますよ。この豆腐の森を抜けてみようか。あ、なんか村がある。あそこちょっと暗くて見えんかもしれんけど、村が見えてます僕に。よいしょ。よいしょ。これ村でしょ。お、なんか扉の、えい。お、なになになに、なにこいつ。お、え、待って待って、スライム邪魔だな。なんだこの人。豆腐から生まれた豆腐人。豆腐人。絹ごし豆腐と木綿豆腐を変えてくれると。変えてもらおうか。変えてもらった。おー、村人と同じように喜んで、なんか増えるの。ちょっと動かんとって。あ、取引物が増えるってわけではないんだ。あ、結構いっぱいおるね。よいし
おい、ちょっとみんな動きが早くてさ、ついていけないんだよね。よいしょ。あ、みんな絹ごし豆腐に変えてくれるってやつね。へえ。よいしょ。ちょっとここも入ってみたいな。よいしょ。絹ごしと木綿を変えてくれるよと。なんか人によっては取引できるものが増えたりするみたいだね。よし、君は絹ごしが欲しいと。はい、どうぞ。で、さらに木綿が欲しいと。はい。なんかさっきから木綿と絹のやり取りしかしてないんだけど。他は？お、豆腐ニアンのクワ。なんだこれ。欲しいけど豆腐石持ってないよ俺。欲しいそれ。なに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 。豆腐ニアンのクワっての欲しいんだけど。よいしょ。とりあえず、掘ってきたので、よし、豆腐ニアンに会いに行きたいと思います。よいしょよいしょ。君かな？違う。誰だ？君かな？違う。君かな？違う。君か。あ、あった。4つだよね。よいしょ。OK、手に入れた。友達の証、豆腐ニアンのクワ。これどうしたらいいんだろう。まだもらえるね。ちょっともらっとこうか。よいしょ。この豆腐ニアンのクワっていうのは何なのかな。あ、お豆腐、これ耕してどうすんの。これどうしたらいいんだろうこれ。あ、豆腐の苗木植えたらいいんか。あー、そういうことか。そういうことね。了解。はあ、はあははあ、こういう風な感じでねやっていけばいいんだね。オッケー、また遊びに来ますよ。いや、いい収穫だったっちゃいい収穫だったよね。よし、調べたら混合豆腐、混合豆腐っていうのがねあるみたいなんでね、ちょっともうちょっと見てみよう。やばい。あー、びっくりしたー。これ絹ごし豆腐の上踏んだら本当にやばいね。そのまま落ちてくんだよね下に。あー、怖ー、めちゃくちゃ怖い。お、これだ。っていうか豆腐だらけでやばいね。ちょっと待ってね。木綿、よし、綺麗になった。これスコップで掘ればいいかな。お、取れた。混合豆腐の粒、これを9個集めたら1つの混合豆腐になって、さらにそれを4つ集めてブロックにすると。いやー、ちょっと先が長そうだけど頑張ってみよう。一応30個集まったので、ちょっと今回はこれで帰ろうかなと。じゃあね、今回でこの豆腐のブロックがたくさん集まったので、お豆腐の家もちょっと作ろうかなと思います。とりあえずこの混合豆腐の粒、これをこういう風にやって混合豆腐ができると。でこれを4つ集めたらブロックになって、要は鉄インゴットみたいな感じになるのかな。ってことはさらにまだまだ混合豆腐のこの粒が必要ってことだよね。
いや大変だ。じゃあ次回このマシンをやるので、このマシンにね使ったりすることもあるっていう風に書いてあるので、ちょっとこの次の録画までにですね金剛豆腐集めたいと思います。いや大変そうだ今回は豆腐ワールドに行ってみたでした。ありがとうございました。